はい、打てた。よし、久しぶりです皆様。今は市長公園の香川が終わって、無事にホテルに着いて、おー、なんかお元気すごいじゃん。何それ、初めて見た。 お元気ですよ。ちょ、なんか蚊に刺されてめっちゃ痒いんですけど、めっちゃ痒いんだけど、痒い。そう、香川に行ってきて、行ってきてて、まだ香川か、公演終わったんです。そう、なんかさ、香川ってすごいヤドンが有名なんですね。止まった。そう、さっき買いに行きました。うどん、やどん、そう、ポケモンのようなピンクの有名らしい。ガスのバスがやどんだったりとかもしてたし、すごかった。ヤドンがいっぱいいた。待ってよ、ちょっと待って、これは、あ、あった。あ、パンちゃんかな、ありがとう。パンダじゃない、クマ、クマさん、ありがとう。いや、そうなの、ちょっと、あーね、なんかさ、前髪をね、切ったんですよ、パッツン用に。だから巻くとさ、でもほぼオン眉、ギリ眉ぐらいになっちゃうのがちょっとね、今悩み。ちょっと前髪伸びてほしい。そう、あ、えいか、あれ、私えいかって読んでいつも怒られてんだっけ。なんか久しぶりに名前見た。元気ですよ。あ、ニックさんもありがとうございます。いや、ちょっと今日はでも全然短いので、見ていただければ嬉しいです。あ、いっちゃん、あいっちゃんもありがとう、今日香川に来てくれ。お元気、めっちゃ来た。お元気ですよ。そう、あ、リサ、あ、リサもありがとうね。そう、今日は、あ、ちょっとさ、アリオさんもありがとう。今日は、そうなの、ま、あ、ちょっとさ、ありがとう、ジャンピー、ありがとう、ジャンピー。わー、すごい、守りたい、この絵が。ちょっと真顔なんだけど、今。やっぱ昨日のこともあって、ちょっと配信をしようかなと思って、なんかする予定、本当になくて、サホと普通に部屋で遊ぼうって。部屋で遊ぼうっておかしいけどって思ってたんだけど、なんかせっかくだしね。え、サホしてる、配信始まってる、サホ。あ、ありがとう、めっちゃおめでとうって来てる。サホ無事やってるのかな。とりあえずお互いまだやなって。ね、早くさ、早くお互いが30分ぐらい配信して佐保の部屋に集合ねってなってるのに、20分に始めるって。ねえ、7分後、何してんの。私もう部屋帰ってきて、そこやばいよ、今キャリーもダウンだし、今日のあの骨付き鳥骨付き、いや、ちょっと違う、骨付き鳥かが夜のお弁当とか出てて、なんかそれとコンビニ行ったやつとかブワーってなってる。わー、ゆきぽよ、ゆきぽよもありがとう。結構部屋がね、荒れております。いやー、でもなんかいろんな地方に行っていろんなホテルに行くと全然やっぱね、もちろん違うし、部屋の作りも全然違うし。ありがとう、ゆぼ。そう、なんかお風呂が広い部屋がすごい好きなんですよ、私。半身浴めっちゃするから。
そう、危ない、あ、やばい危ない。そう、まあ、本当はマッサージとかも行きたいんですけどね。やっぱ時間が、なんか何を取るかすごい難しい。でも私不思議とすごいホテルだと眠りやすくてすごい眠れるんですよね。お家とか慣れてる場所、まあ安心するけど、ホテルとかの方がコテって寝れるから好きですよ。何時間寝れる？明日ゆっくりなんで全然大丈夫だよ。ありがとう。あ、りょうか、りょうか、ありがとう。りょうか久しぶりに喋った気が、え、なんかわかんない、なんかさ、久しぶりね、あ、久しぶりねだってあの、ゆいゆいのごめんなさいねがつっちゃった。久しぶりですって言われるじゃない。久しぶりってその、じゃあ昨日会って今日 会いました、数時間ぶりの久しぶりとさ、あ、ちょっと待ってね、シンリーありがとう、あ、違う、しんちゃんだった、やばい、普通に名前を呼んでしまった、ごめんね、シンリーとさ、あの1ヶ月の久しぶりとさ、なんか何年の久しぶりっていう、その久しぶりの言葉のさ、引き出しが少なすぎてさ、なんか、まあ、数時間ぶりとか言えばよかったんだけどさ、久しぶりってもっとなんか種類ないのかなと思っちゃったね。そう、意地悪してきた人いましたね今日は。確かにさっきぶりは数時間の、さっきぶりってなんか握手会の連でさ、じゃあ1部に来て2部に来たら、あ、さっきぶりとは言えるけどさ、え、そう、結構なんか悩む。わあ、おお、何これ、すごい、何これ、すごい、赤ずきんちゃん、あ、赤ずきんちゃんだ、そういうこと、赤ずきんちゃん祭りしてるの今ショールームって。うん、これ今の何、何がどうなって、誰の何、え、わかんないんだけど、え、すごい、赤ずきんちゃんだ、すごいじゃん、かわいい。あ、みゆきさん、昨日は声が変でごめんねまあ風邪てか、なんかよくなるといいね。アニックさん、ちょっと待って、いや、そうっていう話ですよ、久しぶりって。そう、今日ね香川の公演してきたんですけど、あ、いのりさんからもタオだよって、ありがとう、ありがとうございます、いのりさんも。そう、やっぱね、いろんな県に行くとやっぱその会場会場で全然温度感も違うし、でもなんかやっぱ感動したのが、劇場でやってた時よりも出張公演で回数重ねれば重ねるほど、なんかミックスとかコールがすごいやっぱ大きくなってくるというか、なんか共有されてんのかな、なんか何回も見に来たことがある人だからそれに続いてるのかわかんないんだけど、すごいだんだんこう、あの、性格が悪い彼女、ん、性格が女の子だ性格が悪い女の子とかの、とかさ、あと地下鉄のテディーボーイのワッショーとかも聞こえるの、聞こえるんですよ。だからすごい定着してるの女の子ね、間違えちゃった。もう最近はなんかもう振りコピーしてる人もいるし、でもあの公演ってさ、木体と違って結構振りコピーしづらいじゃない、しづらいのにすごいなと思います、してる人見ると。やっぱ柱もないしさ、なんかみんなをこう定点で見れるわけだから振り込みしやすいのかなって思うけど、うん、ね、中盤とかできたらめちゃめちゃかっこいいけどね、グッと乗り出したらね。まあ一番はあれじゃない、恋愛サーカスの、まあ、こういうやつはね一緒にやりやすかったりね。みおしんちゃんさん、ありがとうございます。
わ、立ち丸。そう、で、まあ、そうなんです。ちょっとなんか、あー、これってさ、なんか何、なんでこうなるの？すごい可愛い、これ。何、可愛いね、これ。可愛い、しかも、え、ちゃん、あ、ちゃんと動いてたよ、狼が。すごい、感動しちゃう。あ、ハヤもありがとう。普通のターンも存在するんだね、すごい。ちっちゃい、全然わかんなくてごめんね。ターン2本、あ、はい、そういうこと。みんな詳しい。ちょっといいよ、みんなやめよう。だってさ、出張公演とかもあるしさ、昔は社務会の受付始まってたりとかさ、やめよう。お金は大事だよね、まえちゃん。お金は大事だから、ちょっと一回大丈夫、話を聞いてください。そう、え、オンライン完売だって。え、そんなことあるんですか。くしゃみです。え、そうなん、え、待って、あ、待って、ちょっと待って、動かないで。え、そうなんだ。え、そんなことあったの。え、嬉しい。だって、ちなみに聞いてください、うちのお母さんね、あのマイシングル、私のね、握手券とか1枚だけ買ってるらしいんですよ。当たったって。イエーイ、おめでとう、ママ。そう、ママいつもね買ってくれるんです。お、作法、ショルも始まった。よかった。かわいいよね。うん、いや、来ないの。だから今日もなんかチケセンからのそのメールが来て、取れたよっていうラインだけ来て、そう、もったいないよね。でもなんかその手元に、あれ、今ってチケットってさ、もう紙で来ないんだっけ。なんかみんながこうやってさ見してるやつになっちゃったのか。あ、そうなんだ。なんか手元に握手券があるのが好きみたいなことを言ってたのよ。どっかなくなっちゃったんだね。そう、だから結構ママはさ、手元に残るタイプが好きだから、コンサートのチケットとかもさ、なんか残しておくタイプ。なんかね、村山ってほんともったいないよとか、思い出を形に残したいタイプで、うちのお姉ちゃんとかも写真とかめっちゃ撮るし残すし、私もすごいもったいない病だったし、だし今も。でも何をと思ったんだっけ。あ、そう、だから、そう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 、そのさ、あのファンクラブの会員証を作ってほしいってママがずっと言ってて、なんかね、デジタルってすごいいいけど、形があった方がなんかテンション上がるよねみたいな言ってたよ。そうね、やっぱね、そうだよね。嬉しい、作ってほしいって言ってもらえて。あ、なあちゃんはあったんだ。私も作ってもらおう。お、来た。あはは、これはだからこれ誰ねえ、かわいい、これ本当にありがとね。もう大丈夫だよ、ありがとう本当に。もぎさんも会員証あったね。すごい、ちょっとそれは今後に生かしてみようね。そう、ファンクラブもさ、またやりたいんです。またやりたいんだけど、なんかどのぐらいの頻度でやるのが普通かあんま分かんなくて。そう、またやりますね。ね、グッズも作ってっていっぱい言われたので。あ、ね、そう、アプリにしてくださいね。そう、なんかいろいろね、要望あるので。すごい、なんかお家飛んできたよ今。たかしさん、ユリア僕の太陽だって、ありがとう。そう、なんか声聞こえる、危ない。そう、まあでも
そうなんです、まあ、本題に入りますと、昨日発表されましたこのアルバムにね、そう選んでいただきました。あ、ちょっと誰かバイバイしないで、メンバーかな、わかんないけど、あれ、これ今誰だろうね、あれちょっと難しい。そう、ありがとうございます、本当に、うん、なんか私も、あ、ちょっと待ってね、ちょっと名前呼ばれてなかったら後で教えてください。なんかまあカバー曲のアルバムで、なんかアルバムがめっちゃ久しぶりじゃないですか、そもそも。あ、キムキムさんありがとうございます、教えてくれてありがとうございます。そう、だからどんな曲ねやるのかもわかんないし、ヒーロさんとキムキムさんが2倍タワーだって、ありがとうございます。どうなんだろう、なんかねわかんないの。昨日もそのリード曲だけオリジナルって聞かれたりとか、あとだけどちょっとねあんまりまだわかんなくて、本当にまだわかんないことだらけだから、そうの、あのさ、そのさ、それそれ、あの発表されたさ、あれあるじゃん、ジャケ写じゃないけど写真、なんかセーラー服着ててさ、みんないろんな時代に流行った、あ、ヒーロさんありがとう、なんかみんないろんな時代の流行ってたなんか衣装、私服衣装着てて、で朝からさみんなフィッティングがあるんでみたいな行くじゃん、あ、ゆりセーラー服だからフィッティングないよって言われて、あ、へえみたいな、でなんか JK ぐらいのなんか設定って言われて、ん JK ってさセブンティーンとかさ、じゃあ私27迎えたじゃん、ちょっと待って私10歳も差があるのに大丈夫かなとなりました。うん、そうなんですよ皆さん、だからね私、あ、なんかその、ね、やっぱそのいろんな時代があるからこそ、なんかその制服を着てるさ時代って変わらないというか、なんていうかさ、なんか私服の時代はめちゃめちゃさ流行りとか変わるけど、やっぱセーラー服とかブレザーとかってさ変わらないじゃない、なんかそういう意味でその時代の軸を私がなんか表現してたみたいなんですよ。だから結構すごいなんかいろんな物語コンセプトがあってすごいなって思ったんですけど、あ、しんちゃんありがとう、くまさん、でもね本当にびっくりしたよ、みんながさ、それこそさ、愛ちゃんとかさ、なんかこう大人っぽいさワンピースとか着てさ、めちゃめちゃ似合ってたの、ありがとうライオットさん、そう、めちゃめちゃ可愛くてなんか大人っぽいしさ、なんかアズとかもさ、あとミズミンとかもすごいな、髪型とか珍しくてさ、なんかつけたりとかしてさ、みんな大人っぽくてさ、しかもみんななんか厚底履いてるからなんか大きくて、あれ？うちってなって、でもだからね、お、ゆうが、ありがとう、うちわも見えてたよ、だからみんなが私にセーラー服とか、まあ、制服まだまだいけるよって言うじゃん、リサありがとう、あー、キンちゃんもありがとう、あー、じゃあみんなもいけるのよ、まだそういうこと私に制服まだまだいけるよって言うってことは、みんな意外と周りは気づかないですね、ふかちゃんありがとう、だから制服ディズニーとかさ、やったことないさね人いるじゃない、私もやったことないんだけど、あ、りゅうちゃん昨日は、いや、そういうことじゃない、そういうことだよ、いや
あのね、大丈夫だよ。みんな何歳か分かんないもん。年齢不詳だから、みんな詐称じゃなくて不詳です。もう気持ちが若く入れればもう関係ない。だからやっぱ私もね、やってて気持ちが一番しんどいわけ。その見た目が似合っててもね。あ、何？レビタン？あ、そう、あ、そうね、レネ、最初ね、そう、そっか、そのレミタンの話もあれか、 VR で見てる人しか通じないか、しかまだ配信されてないかもだしね。あ、リュウカありがとう。だからそのやっぱ私もだって、あ、大丈夫みたいな、もっと若い子いるんだから似合ってるメンバーに当て込む方がいいんじゃないですかって言うけどさ、思うけどさ、みんながそうじゃないよって言ってくれるみたいに、みんなもいけるんだよ。みんなも制服いけるから、いつだって青春できるから。ただ気持ちだけはしんどいよ。うん、ああ、なんかやばい、似合ってないなとか思われてんじゃないかなとか考えちゃうけど、いや関係ない、もう着てて楽しいならもうそれそれ、もう似合ってる、大丈夫。いけねえよって言わないでよ。いけるのよ、いける、気持ちの問題です。そうよ、そう、ああ確かに。じゃあみんなもチャメ会セーラー服で撮ろうよ。あゆみちゃんありがとう。こちらこそいつもありがとうね。みんなで、じゃあみんなでやれば怖くないよね。うん、そう、なんかね、そのレミタンの話をすると、サホが最近ね30歳迎えて、天使の日、10月4日に。で、やっぱこう、年齢おめでとうみたいな、30歳すごいすごいみたいな多分なってて、でレミタンが年齢不詳ですねって、いつまでも若いですねって言いたかったんだけど、間違えちゃったの。間違えて、年齢言っちゃったの。っていう話をサオから聞いて、でその時ちょうどなんか MC のお題とか考えてたから、なんかそれ言っていいって言って言ったら、会場の人も笑ってましたね。本当に悪気ないらしいので、なんか最初に年齢不詳じゃなくて差が出てきたんだって、詐称が出てきたんだって。本当にめっちゃ面白いよね、あれ。本当、あの見てください、秋田の VR と配信されると思うので。うん、そう、そうね、ありがとう美咲。だからもしかしたらすごいね、そう、人を間違えたら本当にけど、サホだから、何のことみたいな多分言ってたんじゃない。そう、そう、ちょっと話めっちゃそれたけど、そう、だからセンターになりました。はい、ありがとうございます。そうなんです、ちょっとなんかね、サホと一緒にジャケ写に移れて選抜に入れて本当に嬉しいし、なんかすごいなって思ったのが、久しぶりのリップグロスで模擬が選抜入った時もさ、すごい物語があるねって話すごいしてたじゃないですか。だってその時点で11年12年でかけてやっと選抜みたいな、サホは13年かけて選抜入ったわけだから、それは、うん、あの涙流れるよなって。でも本当になんか嬉しかった、なんか近くでサホが喋ってるの見てて、なんかなんだろう、自分のなんかすごい気持ちで喋ってる感じがすごいしたの。なんかこういう発表をしたかったですみたいな。そう、なんかそのなんかあんまり普段はさ、割とニコニコしてるからあんま本音言わないけど、なんか嬉しい本音がポロってなんか出ちゃったあのスピーチがすんごい私はそう感動的で、でなんかおりんとかね、くるみとかもね、おりんもすごい泣いてたの。
で、くるみはなんかへへってしてて、でそれを見てるね、ズッキーがすごい泣いてたりとか、うん、結構いろんな物語があるし、すごく感動した、うん、あのステージでの発表だったから、なんか正直さ、自分がセンターっていうのはね、考えられなかった未来だったから、すごい嬉しいんですけど、なんかそれ以上にやっぱなんかやっとの思いで、こう選抜っていう夢を叶えたっていう、なんか本を見てて嬉しいなってなんか思っちゃう。なんかだからそういう子たちと一緒にアルバムやって、そのセンターで慣れてよかったなってすごい思ったから、なんか普通のセンターとはまた違う、嬉しいです。とても本当に嬉しい。センター、あ、毛利先生ありがとう。そう、センターいつ聞いたの、いつだったっけな、でも本当最近だったよ。あ、まやちゃん、あ、みかねものねも、みかねものねも、みかねものねも、うん、うん、なんかすごいよ。あ、まいちゃん、まいちゃん、なんかみんなありがとう、本当に。いや、なんか、え、でもなんか、あの、本当にね、あの、昨日すごい言われたんだけど、なんか、センター今まで断ってたのみたいな。なんか、やっと、なんかやろうと思ったんだね、みたいな言われたんだけど、違う、本当に、なんか、うん、なんか、センターを選べるわけでもないよ。し、お話が来たことも、今日が、今回が初めてだったから、それは違いますからね。断ってたわけじゃないというか、なんというか。うん、そういうこと。オファーがあればやってた。やってん。今回の発表に勝るセンターってないと思うんだよね。だこれを知っちゃったら、うん、他は考えられないよね。あのさ、私が初選抜に選ばれた時で、選ばれて、で太田ゆりちゃんとか、なんかゆみりんとか、そこまあちゃんと関係性がある子たちが初選抜入って、その中で私も入ったっていう、なんかセンターに関係する人が入るみたいな、そういうのが一番すごい素敵というか、なんか今思えば、なんかそうやって私も最初はすごい、まあ選抜っていうものに偏見というかさ、なってみて分かんない苦労めっちゃあったから、あの時はすごい嫌だ嫌だって泣いてたけど、経験してみて、今では自分がセンターになった時に、同期と、まあそのね、仲いい後輩たちが初選抜っていうタイミングでセンターになれたっていう話に勝るセンターって絶対ないと思うから、これは本当に本当にありがとうございますと思いますね。うん、そうだね。うん、その後にグループ握手会で佐保と2人だったんだけど、佐保のファンの方と久しぶりに会ったし、あと私のファンの方、まあ2人とも好きだよっていう方もやっぱ全然いるから、やっぱその佐保のおめでとうと私のおめでとうはまたその内容が違うから、もう佐保も途中ですごい泣いてて、ありがとうみたいな、なんか私もすごい本当に嬉しい涙を流してる佐保が見れて本当に良かったなって思いましたね。うん、ね、本当に良かったです。温かい、なんか笑顔で溢れる、なんかキラキラ連だったと思います。本当にありがとうございました。本当に、ね、お、課長ユーナーラブだって、ありがとう。
嬉しかったな。リオちゃんありがとう。こちらこそありがとう。なあちゃんに報告したので、いやなんかね、いやそれこそいっぱい考えたのよ。なんか誰に報告しようかなとか考えたらママだった。なんか難しいんだけど、私は別にねあれなんですけど、ありがたいことにこうシングルのセンターがなんか見たいって言ってくれる人たちがやっぱいるので、まあカバーアルバムのリード曲のセンターっていうのがちょっと悔しいねみたいな、おめでとうなんだけどみたいな感じ。そうだから本当はまあなあちゃんとかみーちゃんとかねちーちゃんとか、すごい2文字に私すごい思いやるみたい。なんか自分をこうよくしてくれてた先輩たちにも言おうと思ったんですけど、そうでもまきこさんから LINE いただいて、まきこさんがすごい喜んでくれてて、テンション上がりすぎてすごいごじってて可愛かったですあいのりさんありがとう。うんとか、あとこじりんちゃんがねコメントしてくれたりとか、マイキューがねコメントしてくれたりとか、なんかやっぱまきこさんはさ、なんていうの、キャプテンやったりさ支配人やったりとか、いろんな責任を負う立場になったことがあるわけで、いろんな人の苦労が分かるし、自分もめっちゃ苦労してる身だから、なんかそういう人からもらう言葉ってすごい刺さるし、マイキューも今、まあ、センターとかね STU に欠かせない存在だと思うし、あ写真集おめでとう、うん、だしそう、コジリンちゃんも、私なんて呼んでたかな、なんかそんなちゃんと喋ったことないんですけど、なんか NMB を今引っ張ってて、今ねセンターこうやってやってるのすごいいっぱい見てるよ TikTok で。そうだからすごい、うん、嬉しかったですね。言葉の重みをすごい感じました。本当にどんなカバーアルバムになるのかはお楽しみにです。ん、萩さん、え、萩さんありがとう。でもなんか、あ、なんて言うんだろう、なんかこれからも自分になんかこうセンターっていう肩書きが似合わないなってやっぱ思うんですよ、謙遜なしで。うん、なんか今日もなんか取材があって、毛利先生ありがとう。いや違う、ほんとなんか今日もなんか取材コメントがあった時に、なんか昨日発表されたアルバムセンターに選ばれましたけどどうでした、どうでしたかみたいな、あセンターのセンターっていう言葉がなんかすんなりまだ入ってこない、別の言い回しだったら嬉しいのにね。あ、長地ありがとう。長地、そうなんかそう、あのさ、センターだから輝いてるとかじゃない人になりたいから、なんか真ん中だからこうとかっていう風に言われたくない。それが一番嫌だ。あ、真ん中の人、まあ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 、そういう感じが嬉しい。ゼロ番にいたず、いやだ、いやゼロ番、いやなんか、うん、まあ今までなんかセンターっていうさ、後輩とか先輩が背負ってきた肩書きを見てきたからこそ、なんか自分でその重荷を
なんか背負わないといけないの分かるんだけど、なんかそんな人じゃないと、まあ難しい、ちょっとやめよう、やめよう、うんうん、なんかうん、そうだね、歴代のいろんな人を見てきたからこそ、なんか自分はまだそんなことないよって思うってことですね、ですね、まえちゃんありがとうそうそうそう、でもさ、なんか難しいよね言葉ってさ、なんか私の人間性をさ知らずに見た人はさ、こんな言い方してたよみたいになっちゃうじゃないね、えむずいよね。でもね、あの本当に思ったのが、昨日まあ東京だったっていうのもあったし、イベントがね、まあ、その発表も相まって、本当にあの初めてあんなに長い時間を多分喋った気がするんですよ、あの握手会でね。もうなんか本当に楽しかった。あのもちろんね、お腹が空いたとかはあったよ、お腹が空いた、コーヒーが飲みたくなったの飲んだんですけどとかはあったけど、あのね本当に好きだなって思うし、まあこっちの記憶力次第だけど、なんか来てくれる人は私のさ情報いろいろさ見てさ、こうだったねああだったねって話してくれるみたいに、私もそっちの話をできるのがすごい楽しいのよ。だからああいう時間ってなんか個別ではさ割と短い時間だったりするからね、ファンミならではだなってすごい思って、本当に楽しかったし、なんかみんな途中からなんかお腹空いちゃったとか眠いとかさ疲れちゃったとか、いやそりゃそうだよ、だってさびっくりしたもん、ありがとうはよ、なんか4時間待ちましたみたいな、4時間待ってなんか4時間待ってくれたから、私的にはさ、なんていうの、待った分のあのお話をしたいのよ、もう変わります、なんか4時間待ったのに数十秒数分で、あの全然あのもう無料でいいからもっと言おうって思うぐらい、本当に申し訳なくて、そんななんかその4時間何してるか分かんないし、もしかしたらネットフリで映画見てさ4時間すごい楽しかったかもしれないけど、分かんないけど、なんかもうすごいそうなの、その空白の4時間、なんかうわなんかあっという間に1日が終わっちゃったなって、なんか悪い意味で思ってほしくないから、なんか本当にえいいよみたいな、そうってすごい思ったし、うん、座ってほしいみんな、あの足腰しんどいからね。そうだ、昨日ね結構なんかその握手会で行ったんだけど、私はお値段以上がすごい好きって話をして、劇場がさ結構なんか昔だったら1000円で公演見れてたりとかしたじゃない、なんか MT に捧ぐだけはちょっと高かったりとかしたけど、普通のなんかライブの尺じゃない、2時間とかで、で割とリーズナブルな価格で見れる劇場がすごい大好きなの、そうそういうこと、だから私はお値段以上ニトリになりたいっていう話をねしたんですよ昨日。うん、そうおねじゃん、おね、おねじゃん、お値段以上ユイリーになりたい、そうニトリになりたい。うん、キャッシーキムキもありがとう。そうだから4時間分のユイリー、4時間以上ユイリみたいな、でも何言ってるのか分かんない、そうだか
安いのにこんなに見れちゃったみたいに、安いのにこんなに話せちゃったってなりたいから、4時間待ったのにこう数分しか話せなかったっていうのがすごい私的に、大丈夫かなって、もうなんか並ぶのやめたくなる、ならないかなって思っちゃうんですよね。そうなんです、はい、でした。やばい、もうめっちゃこんな時間じゃん。え、作法終わったかな。そう、コスパいいなって思ってほしい。あ、本当にあのもっと身近な存在になりたいよって話ね。まだ言ってるって。じゃあ作法が終わったら私も終わる。そうなんです。なんかもしこれから長時間ね並ぶとかってなったら、ちょっと難しいんですけどね、その周りのメンバーのさ、ファンの方々立ってるわけだからね、座れるかって言ったらそうじゃないかもしれないけど、本当にあの限界を迎えられて帰っちゃうのが一番悲しいので、本当に好きなように待ち時間を過ごしていただけると嬉しいです。確かにみんな椅子持参してきたらめっちゃ面白いけどね、あのキャンプ用みたいなやつでしょ、めっちゃ面白いよ、結構めちゃめちゃ面白い、見てみたい、ね、はい、ファンクラブグッズで椅子作るってやばくない？もう好きな時に座ってみたいな。え、大丈夫？あ、すごい。本当だ、すごい、5万人もありがとうございます。ちょっとまた近々、私近々って言って絶対配信しないんだけど、だこういうさ、なんて言うんだっけ、なんて言うんでしたっけ、これ急なやつ、急に始めるやつ、豪雨みたいな、なんて言うんだっけ、豪雨の方が来ちゃった、ゲリラ配信またいたしますので、あ、そうそう、みんな天才、すごい。またしますので、そしたらかわいいゆうちゃんって呼んでいい、だってもういくらでも呼んでください。何、なんかゆりのファンになって4ヶ月ってかわいい、初めてショール見れたって、私そんなにやってなかったなんで、ごめんね。確かに、今日みたいな時間にできるとね、すごいみんなも仕事終わってたりこれからみたいなのがいい時間かなと思うので、またあ、ひどい、いじってきたねえ。1994の雷鳴ね、分かってるよ。はい、なのでとりあえず明日は岡山公演なので、はい、楽しんでいきたいと思います。きびだんご食べてくるね。きびだんご大好き、きびだんご大好き。え、あのね、私出張公演で美味しかったものランキング1位が今長野のおやき、2位が秋田のきりたんぽ、うわー、3位なんだろうね。でも結構明日のきびだんご楽しみ。え、そうなの、私本当におやき好きすぎて、おやきね、おやき、あ、牛タンも美味しかった。でもなんかおやきのなんか衝撃がすごかった、おやきこんな美味しいんだみたいになったから、ちょっとまた
キンちゃん、ありがとう。うん、本当に美味しかったから今度みんな長野行ったら食べてください。甘いおやきも美味しいよね。でもお惣菜おやきがね、めちゃめちゃ感動しました。ん、どんちゃん、ありがとう、昨日会いましたね。もみじまんじゅう食べた。もみじまんじゅう、生もみじまんじゅう好きよ。ななか、ななか、あんた投げなくていいのに、ありがとう、ななか、いつも。はい、そんな感じで、なんかそろそろあれなので、あれって何わかんないけど、ちょっと水飲みたいので配信終わりたいと思います。揚げもみじまんじゅうめっちゃ美味しそう。はぁ、まあ、どうなんだよね。うん、サホと遊んでくる。うん、スクショタイムちょうだい。スクショタイム何したらいいかな。あ、いいや、また今度話すね。えって言われた。の、めっちゃ良くないこれ。セルフエフェクトユイインゴめっちゃいいじゃんこれ。はい、ということで、あ、そうだ、じゃあ順位を読んでやめようかな。13位からだよね。いきます。あ、危ない。13位、りょうかさん、ありがとう。りょうかありがとね、いつも。12位がフカチオ、ありがとう。11位がヒーロー、ありがとう。10位、しんちゃん、お、ゆいはんさん欲しい。10位、あ、違った、ん、あれおっしゃった。9位、キムキム、ありがとう。8位、ゆきぽよ、ありがとね、いつも。7位、リオさん、ありがとう。リオさんも。6位、リサ、リサもありがとう。5位毛利先生、ありがとう。4位いのり、あ、いのりもありがとう。ドボもありがとう。3位ニクさん、あ、ニクさんもありがとう。2位パンちゃん、パンちゃん頑張ってね、ありがとう。1位ちゃん、あ、1位また1位、ありがとう。本当にありがとうございました。ありがとうございました、本当に。うん、明日の髪型は何でしょう。お、10月3日誕生日でした、おめでとう。え、そう、ちょっとお前になっちゃう。明日の髪型当てた人は5ポイント当ててみてね。まだ決めてないけど。じゃあまた配信しますね。ありがとう、本当に。またね、おやすみ、バイバイ。あ、ひゆかお誕生日おめでとう、おめでとう。はい、またね、バイバーイ。